もしもし、仮想通貨取引所ですか。10ビットコイン注文したいのですが。霊夢、一体何してるんだぜ。会員制オンラインサロンで仮想通貨で儲かるってアドバイスをいただいたのよ。なので10個くらいならそのコインを買ってもいいかなと思ってね。霊夢、1ビットコインのレートは、日本円で500万円以上なんだぜ。そうだったの？でも、1ビットから始めてみましょうよ。今日が一番若い日です。ってサロン主催者が言ってたのに。今、日本でその手の被害が相次いでいて、一種の宗教的なサロンもあるから、盲目的に信じることは危険なんだぜ。でも日本人ってどうもコミュニティに参加して、みんなと同じ行動をすることが、美徳って考えてるところがあるのよね。大昔だって熊の詣みたいなのが流行ってたじゃない。大勢で熊の鼓動をぞろぞろと案らして、ありの熊の詣って呼ばれてたくらいだし。霊夢、熊の詣の舞台である紀伊山地の霊場と参詣堂は、世界遺産に登録されているんだぜ。無資格で金融商品を勧める、マネー界の池上彰のような人のコミュニティと、一緒にしてはいけないんだぜ。そうよね、でも宗教の舞台が世界遺産になるのなら、信濃町全体だって世界遺産になれるんじゃないかしら。一体なぜ、その熊野の山系地域が世界遺産になったのか教えてもらおうかしら。まずはこの、紀伊山地の霊場と山系道の概要から、標高1000メートル級の山々が連なる、紀伊山地に作られた3つの霊場、それらをつなぐ道を構成資産としている世界文化遺産なんだぜ。その3つの霊場は以下の通り、真言密教の聖地、高野山修験道の主要の地、吉野大峰神道の聖地、熊野三山、そしてそれぞれの霊場へと結ばれる山系道。これらは和歌山県、奈良県、三重県にまたがり、2004年に日本で12番目の世界遺産として登録されたんだぜ。日本の世界遺産の面積としては最大になるんだぜ。三つの県にまたがる世界遺産って随分規模が大きいものなのね。それぞれの聖地を別々に登録しようとはしなかったのかしら。どれもすごく知名度も価値も高いものに思えるけど、その方が日本の世界遺産としての数も増えただろうし、各県ごとの管理の方が整備も楽そうに見えるんだけどな。世界遺産の数が増えすぎて、登録までのハードルが高くなってきたから、近い地域にあって統一テーマがあるものは合わせ技一本で登録していくしかない時代になってしまったんだぜ。かつての世界遺産館の掲示板でも頻繁に出てきた話ね。70から80年代なら高野山、吉野大峰、熊野三山、それぞれ分けて登録できていたであろうと。そもそも日本が世界遺産条約を締結したのが90年代で遅すぎたのよ。日本には文化財保護法があるし、あえて世界遺産にする必要性を見出せなかったのかと。当時の広告代理店じゃなくて外務省も、世界遺産がこれだけのブランドを持って経済的な価値を持つと予測できなかったんだろうな。それぞれの3つの霊場はどんな特徴があるのかしら。まずは1つ目、高野山から紹介するんだぜ。和歌山県北部、和歌山県糸郡高野町にある地域のことだけど、金剛峯寺をはじめとした真言密教の聖地として知られているんだぜ。山とついているけど、仏教においては宗教の聖地として呼称されることが多いのよね。構成要素はこんな感じなんだぜ。多すぎて読み上げていくと日が暮れるから画像で紹介するんだぜ。真言密教の根本道場として、空海が公認7年816年に創建した金剛峯寺と、その仲間たちって感じね。高野山京石道と金剛峯寺境内6地区、建造物12件が世界遺産に指定されているわ。高野山京石道として登録されていた山系道は、2016年平成28年10月24日、四人道や三谷坂などを追加して高野山系道という名称で拡大登録されたんだぜ。軽微な変更とはいえ、日本の世界遺産で拡大登録は珍しいケースよね。でもこういう広範囲な世界遺産だと、あの道が世界遺産ならうちも世界遺産にしてよとかってありそうよね。それにしても女人道ってのは女性しか通れない道なのかしら。
男性現金で女性優遇の道なんて、この時代にしてはなかなかないっすよね。田島陽子先生も大喜びじゃないかしら。霊夢、逆なんだぜ。高野山は明治初年まで女人禁制だったんだぜ。高野山に至る道は7本あるんだけど、それぞれの入り口に女性はここからはダメよっていう結界が張られ、そこに建てられた女信者のための7つのお堂を巡る道が女人道なんだぜ。何よそれ、憧れの聖地に行こうとしたけど、女性は中に入れないから駐車場周辺でブラブラしててねーってことじゃないのよ。社民党の先生に訴えようかしら。ちなみに高野山でも、2013年に初めて、24時間営業のコンビニとして、ファミマが開店したそうなんだけど、生肉と刺身は販売してないそうだぜ。さすがの宗教都市、食生活もストイックってわけね。女人禁制ってのも、女性がいたら気になっちゃって腫瘍が満足にできなくなるからってことだったのかしら。ちなみに、ここは文化財保護法としてはどのように守られているのかしら。国宝としては、金剛峯寺にある金剛峯寺不動堂と金剛三昧インタ宝塔の2つが指定されているんだぜ。重要文化財としても構成資産内のいくつかの寺院、神社における建築物が登録されていて、中でも興味深いのが金剛峯寺徳川家霊大家康玉屋、秀忠玉屋なんだぜ。徳川家康って日光東照宮があるじゃないの。なんでここにもこんなきらびやかな霊廟を作ったのかしら。高野山は豊臣秀吉の庇護を受けていたため、豊臣家が滅亡して徳川家から敵視されることを恐れ立てたんだぜ。なので高野山にこんな装飾技法の粋を極めた玉屋を作ることで、徳川幕府に忠誠を誓う証とした模様なんだぜ。寺院を守るために、時の権力者にしっかりと接点を持つ必要があったのね。私も自丸党の関係者の霊廟を作った方がいいのかしら。消されそうなので話題を変えて、次に二つ目の霊場、吉野大峰。奈良県の中央部吉野郡吉野町にある吉野川紀の川南岸から、大峰山脈へと南北に続く約 8km に及ぶ尾根続きの山稜の総称で、金峰山寺を中心とした、山岳霊場と主要道大峰奥区道が展開されているんだぜ。大峰奥区道の北端が吉野、さらに南端に一徳間の山山にたどり着くってわけね。で、ここを中心として修験道の修行が行われていたと。修験道って日本古来の山岳信仰プラス仏教の融合みたいな宗教よね。昔シャーマンキングって漫画で見たけど、悟りを開いたら式神の召喚師になれるそうよ。リバヤさんとかオーディンを召喚できるのかしら。聖書や北欧神話だと、古代の日本にあまり関係なさそうだから、おそらく召喚できないんだぜ。吉野は千本桜で有名で、あと、歴史上でも後醍醐天皇が神器を持って京都を逃れ、吉野山に別の京帝南京を作ったことでも有名なんだぜ。南北朝時代の話よね。ここの話大好きなのよね。足利尊氏と対立した後醍醐天皇だけど、志半ばで南京で崩御。その後尊氏は後醍醐天皇を弔い、京都に天龍寺を造営しているのよ。その天龍寺もまた、古都京都の文化財として世界遺産に、かつてのライバル同士が、現在になって世界遺産としてお互いを認め合っているみたいよね。ちょっとこじつけ感もあるけど、まあロマンのある話なんだぜ。ちなみに吉野大峰の構成資産としては、国宝物件のある金峰山寺をはじめとして、史跡吉野山、大峰奥区道、大峰山寺境内にゆかりのある寺社が登録されているんだぜ。大峰山寺本堂は大峰山の山頂にあって、日本最高所にある重要文化財建造物と紹介されることもあるらしいから行ってみたいんだけど、実際は違うみたいだけどね。ただ、大峰山寺は高野山と違って今でも女人禁制だから、フェミニストの方は要注意よ。次に、三つ目の霊場である熊野三山。和歌山県にある熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社の3つの神社の総称で、日本全国に約3000社ある熊野神社の総本社なんだぜ。
平安時代後期、浄土教の阿弥陀信仰が強まり、熊野の地は浄土とみなされていたそうなんだ。そして、白河院が熊野詣を行って以後恒例行事として定着し、現在まで信仰の地となったという経緯なんだぜ。平安時代の法王の参詣ごっこが庶民にも流行り出して江戸時代まで熊野信仰として受け継がれてきたのね。そして、世界遺産にもなって、現代でも熊野古道を歩くことがプチブームになったというわけね。世界遺産になって数年後、観光客が殺到してしまって、古道の苔が減ってしまったっていうニュースもあったな。あの神聖な道は、苔の雰囲気が重要なのにね。そもそも信仰の道であったはずが、ただ世界遺産だから見てみたいっていう観光客に踏み荒らされると本末転倒な気もするわ。古道の整備も観光面では必要だけど、どこまで文化財を当時のまま保護するかという両方の観戦が必要だから難しいわね。あと、地元の人とのトラブルも絶えないんだぜ。遺産登録地域の地権者が、抗議の意を込めて所有山林の立ち木に落書きをしたりとか、土地の所有者に事前説明もなく世界遺産にしたことへの抗議よね。ただ、立ち木にペンキか何かで抗議文書くのもどうかと思ったけど。最後に、世界遺産登録基準の紹介だぜ。文化遺産登録基準1から6のうち、採用されたのは次の4つだぜ。具体的な理由としては、下記のように評価されたんだぜ。2、紀伊山地の文化的景観を形成する記念碑と遺跡は、神道と仏教の類稀な融合であり、東アジアにおける宗教文化の交流と発展を霊称する。3、紀伊山地の神社と仏教寺院は、それらに関連する宗教儀式とともに、1000年以上にわたる日本の宗教文化の発展に関するひときわ優れた証拠性を有する。4、紀伊山地は神社寺院建築の類稀な形式の創造の素地となり、それらは日本の紀伊山地以外の寺院神社建築に重要な影響を与えた。6、と同時に、紀伊山地の遺跡と森林景観は、過去1200年以上にわたる生産の持続的で、並外れて記録に残されている伝統を反映している。この世界遺産は、自然と文化の共存である文化的景観という基準が日本で初めて認められたという解説もあるんだけど、おそらく、登録基準2の中でも、宗教文化の交流と発展という点が、海外のユネスコ審査員に最も受けたんじゃないかしら。2004年当初は、中東での宗教戦争のニュースが連日報道されていた背景もあると思うんだけど、海外の一神教の人からすると、日本ならではの多神教の考えって珍しいものだと思うのよね。この世界遺産の場合、神道、仏教、アニミズム、修験道など、いろんな宗教観が比較的近い地域に共存しているけど、対立するわけでもなく、むしろ融合していったわけで。対立するどころか、それぞれをつなぐ道までできたんだからな。現在の日本人でも、クリスマスに正月にお盆に、宗教観ごちゃ混ぜの生活様式だからな。古代から宗教観に関してはゆとりのある国民性なんだと思うんだぜ。そうなのよ。そういった日本人の宗教観が、この世界遺産一つに集約されてると思うのよね。海外の観光客に日本の世界遺産をおすすめするなら、ここがベストだと思うわ。日本古来の自然信仰をベースにした信仰についてこの世界遺産一つを回るだけで網羅できるんだから。でも、しっかり一つ一つを見て回るには相当な日数がかかるから要注意なんだぜ。3件にも及ぶ構成資産が散りばめられているので根拠するには根気がいるんだぜ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。